こんにちは、カーナメンテラボクミです。今日は速関節捻挫のバンデージの巻き方ということでやっていきます。サッカーでもですね、野球でもバレーでも足首の捻挫は多く起こります。その時にですね、テーピングやギブスっていうのは整形だったり、こういう僕らの院で巻くことはあっても、自分で再現するということはなかなか難しいです。そんな時にですね、バンデージの巻き方をしておくと、応急処置にしろ、復帰をしていく過程にしても、とても便利だと思うので、覚えておくといいのではないかなと思って、今日は動画にしました。ぜひ参考にしてみてください。まず90度にキープしてもらって、この状態から巻いて、この時によくね、こっち側にこういう風にやって、かかとがこうやって開いちゃうような巻き方をする人が多いんですが、それよりは足首を固定しようと思うとですね、かかとを包むようにやってあげるといいです。こういう感じ、もう簡単にこう8の字でかかとを包むっていうことを目的にやってみてください。上まで行ったらかかとを包む、でこちらを包む、こういう感じですね。最後ここで止めると。これ巻くときは芯を作って、このようにこうやって巻いてあげるといいです。あんまりこの芯がなくてゆるゆるだと、後から足に巻くときとか他に巻くときに巻きづらくなってしまうので、このように巻いてあげると いです。硬くなります。次この角度から巻いていきます。かかとを包むように巻いてあげる。これね、そんなに引っ張らないで、まあ、転がすようなイメージ。引っ張るとこう血行が悪くなっちゃうので、転がすように巻いてあげるといいです。特に怪我をしてしまった時にですね、すぐうちでやれる応急処置としてやってあげるといいです。こんな形ですね。で、外す時はこういうふうにこう丸けてってあげると、こう簡単に取れますので、こういう感じで取ってあげてください。今回はね、自分ではなくて誰かに巻いてもらう、そんなことを紹介しました。もしね、これ自分で巻くよっていうことであれば、もう一つ動画がありますので、それは概要欄に貼っておきますので、ぜひね、自分でも巻けるようにしておくと、誰かがいなくてもできますので、簡単ですよね。そういったことを覚えておくのもいいのではないかなと思います。でもね、もしその痛みに不安があったりだとか、どんな状況かわからないときには、病院なり整形なり、そして接骨院にですね、専門的な場所で見てもらってですね、安心してプレーができるようにした方が良いと思います。ぜひね、参考にしてみてください。それでは。